どうも、皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、こちらの3枚の、クレジットカードとプリペイドカード、こちらですね、三井住友プラチナプリカード、まあ、こちらは私はオリーブですけれども、イデアと、レボリュートということで、まあ、私がね、お勧めさせていただいている、外貨決済手数料はですね、かかんなかったり、またね、それ以上の還元が取れたりということで、お勧めさせていただいているね、カードっていう風になるわけなんですけれども、今回の動画では実際にね、先日のニューヨーク滞在でこちらね、利用してきましたので、こちらについてですね、今回ね、まとめていきたいなと思います。それではまずですね、特徴をね、話していきたいなと思うんですけども、まずこちらの、プリペイドカード、イデアですね。まあ、こちらはね、プリペイドカードで元々ね、外貨決済がどうのこうのっていうわけではなくて、ボーナスポイントがね、もらえるっていうね、スマート積み立てだったかな。まあ、そんな感じの、プリペイドカードサービスっていう風になるんですよね。で、なぜかね、このイデアはですね、外貨決済手数料はね、かからないプリペイドカードっていう風になるんですよね。これ非常にね、珍しい特徴で、先日ね、ハワイ動画でもね、私言わせていただいたんですけども、これがね、私が知ってね、利用した時は、こちらね、使えなかったんですよね、ハワイで。全然使えなくて、数店舗ね、試してみたんですけども、残念ながら使えないと。まあ、実際ね、チャージして使いに行って使えなかったらね、意味がないっていうことで、まあ、あんまりね、利用してなかったわけなんですけども、本当にね、2、3週間前にですね、イデアの公式からですね、海外でね、利用できる決済先拡大がね、発表されまして、今回ね、ニューヨークで使ってきたっていう風になります。で、内容はね、ちょっと後で話していきたいなと思うんですけども、まあ、こういった感じでですね、普通にね、利用することができて、またね、外貨決済手数料もかからない、プリペイドカードっていう風になるんですよね。こちらね、今ちょっともうやってないんですけども、定期的にですね、発行手数料がね、かかるんですよね、こちらのイデアは。ですので、こちらね、発行されたいっていう方は、次のね、キャンペーンで、900円ぐらいのね、発行手数料かかるんですけども、実質無料のね、キャンペーンが来た時に、発行ね、していただければなと思います。で、次ですね。私の動画ではね、もう何度も紹介させていただいている、このね、レボリュートに関してなんですけども、まあ、こちらもね、今回利用させていただきました。まあ、こちらのカードに関してはですね、もうね、クレジットカードからチャージすることがお得にできないんですよね。というのも、こちらね、チャージすると、チャージ手数料 1.7% 取られちゃうんですよね。ですので、クレジットカードからチャージしてしまうと、1万円チャージするとね、170円取られてしまうっていう風になりますんで、チャージで取られるっていう風になりますね。非常に残念ですよね。ですので、基本的にこのレボリュートっていうのは、銀行振込でチャージしていただいて、利用していただく。で、これがね、なんで利用するかっていう話なんですけども、このレボリュートはですね、私無料会員なんですけども、無料会員であっても、一月25,000円まで現地の通貨が現地の ATM で無料で出金することができるんですよね。ですので、今回のニューヨーク滞在に関しても、私ね、日本で基本的にお金、両替したりね、していかなくて、向こうに行ってね、ついて、ホテルとかについてから、まあ安全そうなね、ATM を探して、まあこれね、ATM に入れてね、普通に出金させていただいてるんですよね。まあこれ実際ね、出金する動画っていうのはね、まあ今後出てくると思いますので、まあ、そちら見ていただければなと思うんですけれども、まあ、こういった感じで、私はね、利用させていただいてるんですよね。ですので、このカードに関しては、銀行振込で、現地のね、現金調達のために、利用していただくっていう感じですかね。で、こちらのね、イデアに関しては、クレジットがちょっとね、言い忘れましたけども、クレジットカードからね、チャージすることができる。またね、アメックスからも、アメックス、キャッシュ、イデアっていう感じでね、チャージすることができますんで、アメックスをメインで使って、アメックスの決済修行とかもね、やっているっていう方は、アメックスからキャッシュからイデアっていうルートでね、利用していただくのが非常にね、おすすめっていう風になります。クレジットカードからチャージできるっていう点はね、非常にいいですよね。で、次ですね、もう今回ね、もう一枚、利用させていただいたのが、こちらの三井住友プラチナプリファードカードなんですよね。まあ私はオリーブですけれども、普通のね、三井住友カードのプラチナプリファード、新規入会キャンペーンもね、非常に強化されておりますんで、概要欄に載せておきますんでね、ぜひこちらね、ANA マイルを貯めるメインカードにもね、なり得る。またね、クレジットカード、タッチ決済 7%、クレカ積み立てとかね、特典もりもりであるね、このプラチナプリファードなんですけども、こちらのクレジットカードは外貨決済が 3% 還元なんですよね。まあ通常還元 1% で、外貨決済だと、プラス 2% ということで、合計 3% 取れるっていう風になります。で、外貨決済手数料はこのカードかかるんですよね。かかるんですけども、2.2% しかかかんないんですよね。ですので、3% 還元取れているっていう風になりますんで、実質無料になるんですよね。ですので、こちらもね、非常におすすめっていう風になりまして、まあ、今回ね、実際に利用してきたっていう風になるんですよね。で、1枚ずつね、ちょっと利用してきたね、履歴をね、見ていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、それではまずですね、イデアの方ですね。ニューヨークでね、ちょっとレストランで、利用させていただいたわけなんですけども、この時の請求額が、17.26 ドルっていう請求額だったんですよね。で、それを、このね、イデアで、タッチ決済で、支払わさせていただいたんですけども、イデアでね、請求が来た金額が、2567円の請求が来たっていう風になります。で、これをね、細かく見ていくとですね、このね、1月の25日、これ日本時間なんですけども、こっちね、見ていただくと1月の24日になってると思うんで、こちらでちょっと計算させていただいたわけなんですけども、1月のね、24日、為替レートが1ドル 148.26 円から26銭、1ドル 148円24銭から24銭から26銭ということで、まあこれでね、計算させていただくと、17.26 ドルっていうのは、このね、金額で計算させていただくと、2558円っていう金額になるんですよね。まあこれが、結局ね、レートっていうのはね、変動しておりますんで、まあちょっと誤差あるとはいえ、9円程度ですかね、9円多く、まあ請求されているっていう風になりますんで、まあ基本的に外貨決済手数料っていうのは、クレジットカードの場合はですね、だいたい 2%。まあ今 2.2% とかもね、ひどいところは 3% とかもね、あるんですけども、まあそれぐらい請求されるわけなんですけども、やはりね、実際に利用させていただきましたけども、このイデアに関してはですね、外貨決済手数料ね、請求されずに、もしね、これが外貨決済手数料ね、入っていたら、まあ多分2600円ぐらいまではね、いってると思うんですけども、まあ8円、9円ですかしかね、上乗せされてないっていう風になりますんで、このね、イデア、本当にね、外貨事務手数料ね、無料で利用することができるっていう風になりまして、今回ね、こちらのイデアをですね、結構いろんなところで利用させていただきましたけども、前回ね、ハワイでいろんなところで使えなかったんですけども、今回ね、無事、利用することができたっていう風になりますんで、ニューヨークの地下鉄もね、利用することができましたし、まあこういったね、レストランでも普通にタッチ決済でね、チャージした金額に関しては普通に利用することができたっていう風になりますんで、これはね、非常にいいのではないのかなと思います。やはりね、このイデアのいいところはですね、クレジットカードからチャージして利用することができるっていう風になりますんで、特にね、アメックスの決済収容とかをね、メインでされている方は非常におすすめですね。まあ一応プリペイドカードっていうね、くくりで、先日ね、公式で拡大がね、発表されたっていう話をさっきしましたけども、ハワイの ABC ストアはね、なんか知んないけど、対象外店舗に入ってるみたいで、あそこは使えないみたいですね。まあそういったのをね、あるわけなんですけども、やはりプリペイドカードっていう風になりますんで、まあホテルであったりですね、タクシーとかね、まあそういったところもね、利用することができないっていう風になりますんで、まあホテルはね、ボーナスポイントの部分があるので、まあマリオット、ヒルトンね、利用されている方は基本的にマリオット、ヒルトン、アメックスとかできると思うんですけども、まあタクシーが使えないっていうことは、多分ウーバーも使えないと思いますんで、まあここがね、結構残念ポイントかなっていうところですかね。まあそれ以外は基本的に不自由なところはね、なかったかななんていうふうに思いますので、まあ先日ね、このイデアね、発行手数料無料キャンペーンね、発行された方結構いらっしゃると思いますので、ぜひ今後ね、利用されたいって思ってた方は、ぜひね、海外行く際は利用ね、してみていただければなと思います。で、次にですね、レボリュートですね。まあ、レボリュートはね、先ほど言った通り、無料会員でも1月2万5千円までね、ATM で現地のお金が出金することができます。日本でね、両替しないでね、行くことができる。まあ、わざわざね、ずっと現金を持ってなきゃいけないっていうこともね、しなくていいので、これはね、本当にいいですよね。まあ、こういったのでね、利用していただくのがいいのかなっていうところですかね。こちらにもね、書いてありますけども、クレジットカードからね、チャージしてしまうと 1.7% かかるっていう風になりますんで、まあ、基本はね、銀行振込がおすすめです。で、ちょっと前までね、振込から、口座に反映されるまでね、結構ラグがあったんですけども、今はね、本当に数分とかでね、反映されるっていう風になりますんで、これはね、本当にいいですね。昔、JP モルガンだったんですけど、今はね、楽天銀行のね、口座が、指定銀行になってますんで、これもね、非常に利用しやすくなりました。で、両替に関してなんですけども、こちらね、日本円で入金して、その場で現地で使ってね、両替しないで現地で使ったとしても、その場でね、ドルに交換して利用することもできますし、事前に両替することもできます。まあ、基本的にはですね、事前に両替しておくことをね、おすすめっていう風になります。というのも、こちらね、手数料無料って出てると思うんですけども、これね、イギリス時間だったかな？イギリス時間のね、為替が動いてない時間だと、手数料かかってきてしまうみたいですので、基本的に平日の日にですね、事前に両替しておくとですね、手数料無料でね、交換することができて、それをね、持っていれば、まあ、そのままね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、レートを調べましたけどもね、まあ、大体ね、為替手数料ね、かかんないような感じで、利用することができているっていう風になりますんで、まあ、レボリュートはですね、やはりね、ここが結構強いんでね、今後もね、私はこちらで利用させていただくっていうのがメインですかね。まあ、タクシーとかね、イデア使えないんで、このね、レボリュートだとね、タクシー使えたりするんでね。まあ、それはね、結構いいポイントですよね。それでは次にですね、三井住友プラチナプリファードですね。今回ね、こちらも使ってきたんですよね。やはりね、この外貨決済手数料ね、プラチナプリファードっていうのは、公式でね、2.2% っていうのが出てるんですよね。ですけども、外貨決済に関しては通常還元が 1% のカード。で、またね、外貨決済がプラス 2% ということで、合計 3% 還元が取ることができます。ですので、100円につき 3V ポイントがね、貯まるっていう計算になりますよね。で、ニューヨークのね、空港からのね、電車をちょっと利用させていただいたんですけれども、まあ、これがね、5ドルで利用することができて、これね、1月の24日なんですけども、換算日が1月の26日のレートで、算出されてますっていう風になるんですよね。で、そのレートが147円71銭。から77銭っていう感じで、まあこれにね、外貨決済手数料を入れると 150.66 円になるわけなんですけども、実際の換算レートは151円602円ということで、まあこのね、レートで換算されて、まあ、758円の請求が来てるっていう風になるんですよね。ですので、実際の請求額はね、758円請求が来るわけなんですけども、まあ、ここからね、3% 還元っていう風になりますんで、まあ、22.74 ポイントが、まあ、獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、これをね、考慮すると、まあ、大体ね、実質735円で利用することができたっていう風になるんですよね、計算上。まあ、それをね、考慮すると、まあ、実質の換算レートっていうのは147円っていう風になりますんで、まあこの日のね、為替レートがね、変動はしておりますけども、まあここを推移してたわけなんですけども、まあこの 3% 還元がやはり取れているっていう風になりますんで、まあ実質の換算レートね、147円で利用することができるっていう風になりますんで、もうね、プラチナプリファードに関してはビザの国際ブランドっていうことで、しかもクレジットカードっていう風になりますし、またね、先日ね、動画にしましたけども、この三井住友プラチナプリファードっていうのは、ANA マイル還元率ね、最大 2.25 まで上げれるっていうね、非常に強いクレジットカードなんですよね。で、タッチ決済 7%、クレカ積み立て 5% 還元ということで、めちゃくちゃね、今ね、お勧めさせていただいているクレジットカードなんですけども、やはりクレジットカードっていう風になりますんでね、使えないっていうところも、ないっていう風になりますし、タクシーでもどこでもね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、やっぱり本当に強いですよね。まあ私ね、アメックスの決済主義をしている部分がありますので、まあイデアを使う時がね、結構多いかもしれないんですけども、プリペイドカードの痛いところは、この金額切れるかなみたいな。まあそういった心配をね、する必要がないっていうのは、やはりクレジットカードね、楽っていう風になりますんで、まあ先日のニューヨークの滞在でもね、もうめんどくせえがこう、プラチナプリファードでいいや、みたいな感じでね、利用したところがね、結構ありますので、まあそういったところもね、含めるところね、やはり三井住友プラチナプリファードね、非常に利用しやすかったですね。ちょっとね、こちらに画面切り替えさせていただきますけれども、まあ、今後ね、この外貨決済手数料をね、できるだけお得に利用されたいっていう方で、もう何にも考えないで利用されたいっていう方は、三井住友プラチナプリファードね、非常におすすめっていう風になりますんで、今ね、新規入会キャンペーンプラスね、やっておりますので、概要欄にね、詳細載せておきますんで、ぜひね、そちらから、ちょっとね、動画で言っちゃいけない内容になってますんで、まあ、そちらね、見ていただければなと思います。非常におすすめっていう風になりますんでね。もしね、アメックスの決済主義をね、されているっていう方は、イデアがね、非常におすすめですかね。まあ私もね、アメックスの決済主義をね、しているっていう風になりますんで、一応ね、メインは、イデアっていう感じですかね。キャッシュ経由してね、チャージする必要があるわけなんですけども、やはりね、ちょっと、めんどくせえな、みたいな時は、プラチナプリファードね、ちょっと使っちゃいますかね。その時のね、状況に応じてね、変わってくると思うんですけども、一応ね、こんな感じになりましたので、ぜひね、今後、海外でね、お得に利用されたいっていう方はですね、ぜひね、参考にしてみていただければなと思います。いやね、プラチナプリファードね、最初持ってきも全然なかったんですけども、外貨決済ね、3% 還元だったらちょっと持ってこうかな、みたいな感じでね、結構軽い気持ちで持ってったんですけども、結構大活躍だったんでね、やはりクレジットカードっていうのはね、使ってると楽ですよね。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、プライティパスのおすすめのクレジットカードがわかる PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断。で、最新のですね、マイルクレカ診断、とうとうリリースいたしました。こちらもね、LINE 公式アカウント、こちらからね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。このね、診断コンテンツなんですけども、今ね、全部で4つぐらい診断コンテンツあるんですけども、どの診断コンテンツも基本的にね、1回しか利用することができませんので、スパム防止でね、こうさせていただいておりますんで、この点だけね、注意していただいて、慎重にね、選択していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。